新年明けましておめでとうございます。最後だでございます。2024年はですね、2月に最高田のソロの、バンドね、健吾くん、康平くんとやっているソロのバンドのワンマンが染めの京都で2月16日の金曜日、行われます。もうそれが2024年の一番でかいライブですというのはですね、今年は、ソロはやらず、染色体ミックスとかブルカンの、ブルースカンパニーの、活動に、専念するというですね。去年の夏過ぎぐらいからそうしてましたけども、別に活動休止とかは言ってないんでね、なんでだろうと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな感じです。先週の水曜日にベストアルバムも、配信リリースになりましたし、その他にも、今日の6時何時か忘れましたけど、何時かにはまた新しいリリース情報がありますので、ソロは休むと言ってもそうやって出すものは出すので一つよろしくお願いいたしたいと思います。では今年もよろしくお願いします。